頑張るぞ、今日も頑張ろう。人生終わった。はい、さよなさん、こんにちは。はい、本日は皆さん僕一人スタートということで、本日もアニメ同期をしていきます。本日はですね、かなり過激な企画をお兄ちゃんに仕掛けていこうと思います。皆さん、この世の中で一番辛いことって何ですか？こう我慢することですよね。トイレを我慢することですよね。本日はお兄ちゃんにおトイレを我慢させていこうと思います。ってことで、本日の企画、トイレの蓋に瞬間接着剤を塗ったら兄はどうするのか。接着剤ドッキリでございます。本日はですね、トイレの蓋にじゃじゃーん、アロンアルファでございます。こちらはですね、世界一強力な瞬間接着剤でございます。このアロンアルファを塗っていこうと思います。これをトイレの蓋に塗るとどうなるのかというと、トイレの蓋は一生開かなくなるわけなんですよ。トイレの蓋が一生開かなかったらどうなるのかというと、僕の大好きなお兄ちゃんイペックエムレは本日この家でトイレをすることができないんですよ。早速ですね、兄が帰ってくる前にこちらのアロンアルファをトイレの蓋に塗っていこうと思います。やっほー、皆さん、トイレに乱入しましたよ。もちろんアロンアルファも携帯しております。早速塗っていきましょうか。いや待てよ、俺がこれを塗ってしまったらこのトイレ、この蓋は開かなくなるわけなのか。つまり僕もおトイレに行けなくなるわけなのか。それでは皆さん、少々お待ちください。みんなちょっとだけ見ないでね。よいしょ。ああ、おーいえ、幸せだよな、この瞬間って。はい、皆さん、小さい方だからさ、そんな下品の目で見ないでよ。早速塗っていきますよ。てか待って、一つ気になったんだけどさ、何これ、これ何、ホテルかよ。何これ、これ何、三角折りにしてる家なんかある？まずはですね、蓋の部分にも塗っていきましょうか。やばい、垂れる。よし、蓋完了でございます。乾く前にね、こちらにも塗っていきましょうか。便座に塗っていきます。やばい。はい、皆さん、塗り終わりました。早速ね、蓋の方を閉めていこうと思います。この蓋を閉めたらもうこのトイレは一生使えなくなるわけなんですよ。いきます。ちょっと待たせましょうか。いやー、一仕事終えましたね皆さん。これでですね、お兄ちゃんは本日トイレができなくなったんですよ。それでは皆さん、トイレの蓋に瞬間接着剤を塗ったら兄はどうするのか、皆さんで一緒に見ていきましょう。ガチ寝てたわ。昼寝する時間かよお前今。いや、お前のことちょっと待ってたら午前寝ちゃって。いや、ちょっと練習しとけよお前、もうネタ書いてあるって。いや、お前パソコンどうやって開くか分かんなかった。何も言えねえんだろお前、パソコンどうやって開くか分かんねえバカだれがお前。どっちもお前指紋認証お前登録してんだろ。まあ、こうやってポーンってお前 こっちなこっちをこうやってポーンってやったらお前できんだって。じゃあもう早く読み合わせしようよ。教えてやろうか。じゃあお前開き方分かんねえならいくよ。ここほら見て、た書いてある。しかもタッチ ID で6個書いてある。いくよ。ほら、うわ、開いた。バカだれや、これはすごい。でも本当にすごくね、これ魔法が使えるのか。パチで逃げてすごくね。はい、読み合わせしましょう。クターが、俺は18歳の息子、お前はパパ。オッケー。何歳のパパ。だから18歳だから計算しろ。困らせんな俺を。いつものあれで、あの青い服着た、あのお前の車を借りてちょっと暴れてくる子供。その前に一回俺トイレ行っていいかな。一回読まない？分かった、じゃあ読んでから行くか。慌てて帰ってくるね俺が。うん。事故っちゃったよ。事故った？それも父さんのポルシェで。ポルシェなんてどうでもいい。お前に怪我はないかって。ポルシェはどうでもよくねえよお前。
いやそこをお前マジでするな。いいからお前今回はポルシェの心配ではなく俺の心配をするの、息子の心配をするの、分かった？分かった。しかも棒読みすぎ。分かった？はい、分かりました。もう一回。事故っちゃったよ。事故った？いやめっちゃおもろいやお前これ。当たり前だろお前。やろうか。じゃあ俺三軒が持ってくるから。あ、最初のシーンどこ？最初ここ。お疲れ様でした。いや大変だったな、意外と。いつもよりやる気だね。まあお疲れ様でした。結構意外でした。まあ役もね、3人しかいなかったから今回。パパ、子供、弁護士。ママがあるとね、やっぱカツラもさ、ね、あのカツラもさ、結構使ってるからさ、わかる。前髪とかさ、ちゃんと合わないのよ。だから鏡の前に15分、20分。撮影時間より結構時間かけちゃうんだよね、カツラに。水いる？あ、お願い。よし。あの子供の役さ、結構喉やられるのよ。事故っちゃったよ。確かに、あの役はちょっと喉使うね。ならママとかの方が簡単。今日長編なんだっけ？長編は今日2つあるんだけど、ちょっとどっちか決めとく。どっちも準備できてる？あ、もうできてる。オッケー。審査済み？うん、もう全部やってる。オッケー、頑張ろう。じゃあとりあえず編集する前に一旦トイレ行って行きましょうか。頑張るぞ今日も。頑張ろう。折れる折れる折れる。人生終わった。折れる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 。は？はい。壊れるって、そんな本気でやんな、本気でやんな、本気でやんな。え、どういうこと？ヤンマ、ヤンマ、壊れた。え、どういうこと、マジで。え、ぶっ壊れた。え、まそっか。ちょっと動くよ。俺がアロハルを塗ったからなんだ。落ち着け、落ち着け。あ、落ち着け。いや、しょうがねえだろ、お前塗っちゃったんだから。え、お前ガチ？え、待って、これやったのはいいけど。犬かけじゃない、犬かけじゃない、犬かけじゃない、入れない、ランジ。いやいやいや、お前あっちあっちあっち。お前がいけば、まず漏れるって。わかった、落ち着け。待て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 早く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 行けよ、お前早く。間に合った？トイレできることってマジ幸せなことなんだね。いや、なんかさ、もうなんか酔っ払いを通り越してさ、なんか幸せな気持ちになってきたんだよね。え、俺それよりちょっと問題が発生。いいよ、もう俺はもう楽になったし。これどうやって開ける？最悪こういう時はね、下のトイレ行けばいいなと思って。やっぱお前じゃあこの間取り無駄だろお前。いらねえだろお前。倉庫にするじゃん。いいよ、ちょっとね、なんか改めてよかったなって思ってる。こういうバカな弟がいるやつはね、こういうお家に住まないと本当にやってられないね。これでさ、何よお前、駅まで例えば15分徒歩ですみたいな、あるいはコンビニまで15分ですみたいな感じだったら、多分俺お前のことね、あの間違いなくね、あの下水道まで流してたと思うよ。今までにもう我慢できねえもん。お前ふざけんなってべえ。お前どうすんだよそのトイレ。もういくらか知ってんだから、そのトイレだけでお前桁が違えんだよ。はい、ってことでございます。この開けたらこの部署どうぞかしらよろしくお願いします。うん、まあ、はい、え、開かないって。やっべ、あ、今の音聞いた。はやっべ、俺大きい方。え、お前今大きい方、やばい。出た、大きい方。いや、今から出る。お前大きい方振る舞いもできねえじゃねえかよ。お前どうすんだよ。あ、やべえ、お前自分の罠に自分で引っかかったよ。バカ。やべえ、こうやれ、こうやれ、早くやれ、早くやれ。俺でいいだろ。オッケーオッケー、もっと下がれ下がれ、ここね。おい、ふざけんな。ここね。おい、バカバカだな。 まだやってねえ。バカお前、できるわけねえだろ。見ろよお前。だから
切ってねえよまだカメラ。お前今からお兄ちゃんのフードにうんこをすることがバレたぞお前。お前さ、いつもさこういうとこばっかりさ、あのアロファスで行けるさ、たまにはさこういう時にお前ねえ、あのためにさあのカメラにあのアロファスで見えなくしろよ。だから炎上するんだろいつも。お前これ何炎上だよお前。あいつにあのアロファ塗っとけばよかったんだって。お前こんなとこに塗るより何炎上だよ。お前これアロアロファ炎上だよ。アロアロファ炎上だよ。